それですごく時間かかっちゃう。しかもデポップ時間もありますもんね。そうですね。最初3日目ぐらいのブレイクでいきなり来たと思ったら殴ってよ、最初消えましたから。AM8 時に絶対消えるんですよね。えぐいな。帰りやがったみたいな感じ。帰りやがった。今殴り合ってたじゃんみたいな感じでした。せめてアグロしてるときは消えないでほしいっすよね。だけぶっ殺したのにダブル。God Spirit of Wolf。はい。ありがとうございます。そしたら始めますか。はい。赤に行きます。お願いします。ライオネスターでね、あの小僧ね。カリス。小僧ね。うん。うん。でブラザークイーンもお願い探して。オッケー。何をする気だみたいな。リーフさんのローブでしょ。そう。今度こそ楽に取ろうよリーフさん。俺はラスターを沸かなくて苦しむリーフさんの姿を見たくないんだよ。それが快感になってても怖い感じ。目を疑ったもんな。10時間ってだと普通に昨日の夜ずっとやってたの。昨日の夜ずっとやってたな。6時ぐらいまで粘ってたよね。朝出なかった。で、まあ、昼ちょっと休みだったからなんか人の送り迎えとか済ませた後家に帰って再起みたいなでやったら出た。ああ。ライブです。そうなんですよ。また牛かって姿が見えないからまさかと思ったカエルだったんですよ。端から覗いてるってこれはあったか思ったらお前か。カエルも結構レアですけどね、なんか意外とあんま出てこないけど。ブルー配置につきました。はい、はい、ちまちまと殺してます。マップからかなり外れてるなと思ったら追いかけなくてもいいかな。そうね、なんか違う気がする。めちゃめちゃ外れてる。ちなみにラフレシアはどの辺に埋めたん？アビアク、アビアク、あ、ビレッジ、はいはい、あの辺だいたいその辺やったらどこ行くにしても近い。近くはないけど赤が一番出るから。あ、来た。お、ナイス。早くウィルメイン。じゃあ、ラフレシアに代わって、はい、青に飛んで、これはハーミットか。そうそう。で、リキさんは 40% ぐらいまで削って。はい。で、それでキープね。FD しちゃダメ、40% 削って。はい。やっぱ早いな。殺しすぎる。まあまあ、大丈夫、大丈夫。カイティングしとこう。背中向けといたら大丈夫。そっか、反撃をしないか。そうです。あ、一発で出るか。いや、難しいと思うよ。何パーって書いてあるの。20% とかそんな。いやいや、そんな高くない。 8% そんなもんか。ごめんごめん。じゃあ、あれ嘘か。グッドラックって書いてあるのが笑うな、これ。
書いてあるな。クロメイン。あとペガサスクロークだ、メイン誰が持ってないんやったっけ。あ、もうほとんど持ってるんじゃないの。シンさんも持ってないですよね。あ、持ってないや。うん、大体持ってそうか、スペルであるかどっちかやな。あ、いたいた。いっさ FD して。はーい、 FD します。 FD。残念でした。BP か、残念パンツか。いやいや、幸先よく出たということで。いや、まあまあ、よかったよかったです。なんとなくじゃあコツはつかんだから、もう今僕も。で、今から6分40秒後にまた抽選が始まるんで。え、それどういうこと？あの、ここのゾーン6分40秒なんで、今、PH っていうか、本体を殺したんで。おうおうおう。その6分40秒後にこの近くにおる3人のうちの どれかに湧くチャンスがあるってこと。あ、そうなんだ。ああ、ってことは俺も今は別に、あ、違うか、やった方がいいのか。でも、いや、うん、やった方がいい。星のトリガーを殺さん限りはこっちにスパーンせえのじゃん。ああ、せったっけ。ああ、そうそうそう。1段目がこの星って確かなんかトリガー2段になってて、1段目のこの星をやらないとこの四角に湧かないっていうやつやった気がする。ああ、なるほど。え、じゃあ俺はどうすればいいの。普通に殺してていいの。またじゃあ今までと一緒のやり方。わかった。 OK。 ああ、なるほど、そうやったっけ。あの星のあれってね、うん、一応ブラザークイーンもペットトラックに入れてますね。ありがとうございます。俺が殺したこのライオンとかを殺す、なんか倒した後何秒後とかっていうのもあるのかな。いや、なんかそれ倒したら結構1分以内に湧くんじゃないかな、タイミング的に。ああ、なるほど。変なタイミングで出る時もあったもんね。うーん、それはトリガーを倒したからじゃないかなって俺は予想してるんだけど。しかも結構な確率でこの近くにいる人たちが見逃してたっていう。ああ、それもありえる。それで竹尾先生が湧いとるやんけって。そうそうそう。明日だからよう怒られる。明日だ。それはもう PH 殺してる人からしたら怒るだろうな。そりゃ怒るわ。俺もそれ一回あったんだよな、他の人とやってる時見逃してて。うん、だから普通に歩いてたみたいな。スパン場所じゃなくてちょっとだけ離れたところでカメラ思いっきり引いてとかじゃないとこれ見逃すの。普通に青が一番見逃しやすい。僕思いっきり今カメラ引いてます。ああ、山の上に登って両方見渡すぐらいせんと青は本当見逃す。なるほどね。でその次が赤が見逃しやすい。で緑ちゃん簡単なんで僕はいつも緑担当やってます。なるほど、なるほど。場所によってもある。そうです。レンジャーがいると見逃したのがバレてしまう。いや、バレた方がいいんですけどね。気づかないのが一番最悪な気がする。まだ気づくだけマシな気がかなり遠くのやつまで察知しちゃうからな。全然殺しに行ってもいいかな。エレファントカルフがの場はで湧く場所が固定で、ライオネスがもうアビアックの村全体のどこから湧くかわからんって書いてあるな。ああ、じゃあトラック引っ掛けたやつも全殺しでもいい。うん、今そんな感じ。だいたいこの線に沿ったところでうろうろして、ね、まあただまあ結構な数いるから1回出だすと結構ね、プレスボールか。そうそうそう、殺せる範囲にいるはずだから、うん、違うな、多分遠すぎる。文句のあのスカイファイヤーのブックのあの気持ちが少しだけ分かった気がした今日。ん？なんかあの俺
クレリックエピックのリングソルエで10時間かかった後あの長門であの辺のモブを虐殺してあのしょぼい金稼ぎをしてたらさ3回結局見たんかな。こういうことかって。辛いな。いらない時にはいっぱい見るんですよね。でこんな本いらないとか言われる関係ないやつからそれがどんなに重要な本だったのか。一発で出ちゃったやつとかもいるしな。全然見当たらんな。マップで見るとさ、なんか全然行けそうな気がするんだけどさ、いざ自分の足で歩いてみると広すぎてわろたって感じになる。うん、相当ひどいここ。スピリットウルフですら遅く感じる。アビラックビレッジのすぐそこ歩いてるやつとかってなんかそれっぽく感じるよね。うん。なんか。お前はエレファントか成熟してる見逃してやろう。ライオンは関係ないよね。ライオンですだよね。うん、うん、今アズさんがあの攻略情報のとこ書いてくれてるチャードックのクレリックのやつはペドさん撮ってる。チャードックのやつは多分誰もやってないと思う。ああそうか、これも やりたいね。うん、意外とこんなすげえ遠いところに対するのか。眠そうが来たぞ。マジ？じゃあキルハンを増やせるかもしれないそうね。変わってんだよ。じゃあ誰かアビアック村周辺でひたすらキルする人とかも。うん、これ行くわ。ネムさんの赤で。ネムさん赤のところお願い。伝わるんかな。今入ってきてくれた。場所わかるかな。うん、やってるはずやからわかると思うけどな。だいぶ南っすね。知らんか。あんま遠いと違うかなと思っちゃうけど、やっぱ殺しとくか。へいよ。ネムさん、あのこのペットがいるこの真上に湧くんで。でね、多分もうちょっと離れてた方があの見落としはないと思う。この辺かな。できるだけ上の方を見、地面が下3分の1ぐらいにカメラを上げてないと見落とすことがあるんで。でリーダーをください。リスバンドしたから多分。ああごめんごめん、折れた。メイクリーダー長い。よし、ナミウソジョイン。アビアック村の近くはなんかよく湧くね。そうね、その辺がなポップポイントになるね。うん、ひたすらそこで殺してた方がいい。それともなんかそこばっかりやっててもしょうがないかなと思って他のところ行ったりとかもしてるけど。あ、まあ基本的にもうあれだけでいい。星の間だけでいい。星がたくさんあるから、あの直線上っていうか、そうなんだけど、アビアック村だけだとあの下の方の星のところはいけないから。ああ、上の方も行ってほしい。そうだよね。うー、気持ちいい瞬殺。A lioness. An elephant calf.
45秒ぐらいでリポップするらしいんだよね、これ殺してから。あ、そのトリガーを取る殺してからってこと。いや、次のカルフとかライオネスが湧くのがすごい短いスピードで湧くらしい。なんか30秒ぐらいで湧いてる気がするよ。2人目殺した時にはもう湧いてるからさ。アライアネス、あ、出た出た、湧いた。あ、今のライオネスか。じゃあ今キルしたな。今ちょうどトラック見せたら You have lost target、 まあ、殺されたんだ。気持ちよすぎるこれ、瞬殺やマジ。OK、 じゃあ文句に40まで削った。ロケーションいる。緑が一番。ああ、いや、大丈夫、大丈夫。一番遠い。マップ出してるから。そうそうそう。今、ハーミットだから、もう普通にそのまま北に行けばいいって感じが。エラー落ちしたな、これ、多分。ほんと、この四角の中のど真ん中に湧いたな。おぉ。ごめん、エラー落ちしたわ、多分。オッケーオッケー、大丈夫。ハウスからなら枝落ちしやすいんかな、リーフさん。いやー、あまり落ちたことはないっすね。今ちょっとキャラ替えを頻繁にやってたからだと思うけどね。うん、なんかそれやってるといつか落ちちゃう、なぜか知らんけど。俺だけかな。え、リーフさんも一回落ちて帰ってこれんかな。さすがに俺は帰ってこれると信じたいんだけど。いや、まあ大丈夫、まだかもしれない。100遍ぐらい言われてるんです。さりげなく流したけど、やっぱりそこですか。いや、おかしいなと思って、あれあんまりないって言って、あれ食いつきが悪いなみたいな。アライアネス、もう一回言ってみようかなと思って。一生こすられてるね、この話。ずっと言う、俺ずっと言うと思う、たぶん。コスパええやん。まあ、そらね。ちょっと笑って。殺してと思ったら、すぐ受けるもん、これ言ったら。わかるわ。そんなやつ見たことねえって落ち方でしょ。そうそう。An elephant calf。 インバイトもらってからキルすればいい。あ、そうね。来たら教えて。オッケー。リーダーまだ持ってる。あ、渡すわ。リーダーチェンジ、スジ。あ、オッケー、リーダー来た。カルフの湧く場所は分かった。ナイス。An elephant calf。おー、白い羽が見えた。インバイト。レイ・ウリゼア joined。はい。雨でした。あ、オッケー。次行ってみよう。パンツ捨てていくんかい。いや。あんまりスペースなくて、ちょっと今バックの中に。パンツが伝説になるのにね、何個あるか。それは記念として誰かに集めた。ビーフさんのやつも放置したから、下に入れっぱなしで。そうだったのか。そうそうそう。スパンスーン。じゃあ、キル再開。やっぱトリガーか。トリガー説ありやね。本当やね、それ。殺した瞬間に湧くって感じのかな。かもなぁ。そうくれぇ。オッケー。スパンスーン。ガッツピリットウォール。こんばんは。うぃーす。ブラザークイーン探しやってます。お疲れ様です。でやると危ないっすね。LD するかもしれない。アライアネス。LD が最大の敵だからね。その通り。やる前 PC 正規とさせていいですかみたいな。ルーターもお願いします。青いモヤモヤが出てるんですよね。え、それ何、エピック、エピック。
まあ、それクレティックネティック。そう、かっこいいな。スポンスーン、水撒き散らしてるじゃんみたいな。そっか、一人でやってみようと思って殴りかかれるのがいいよね、FD があると。そうそう、ウォーリアの場合これ一か八かやけどね、マジでこれ。そうだからね。スポンスーン、ワイヤさんツイッチ配信してる、あのドックで外人と組んで。お、ナイス。おライオネスを全く見なくなったの、なんかあんのかな。ライオネス、ああ。プロさんがそこ殺してるとね、あんまりスピリット号周辺にも全然ライオネスとかってあんまりないね。トラックにも引っかからない。うん、スポンスーン一匹か、そんぐらいかな。たまになんか歩いてるエレファントがいるぐらいで、あ、久々にライオネスか。これかな。こんばんは。これ殺したペロさんって僕かも。うん、安倍先生が来てくれた。出ないな。スポンスーン出ない。まあまあまあ30秒かけたらで。カルフばっかしやな。An elephant calf。 あ、いたいた。ライオネス。 A lioness。 更新しとくか。ほい。 God spirit of wolf。 なんか若いようになった。いいようになった。もしかしたら取り逃がしてるのが、その、この各色の戦場に残ってるのかもしれない。ロームしてるのかもしれない。エルノアもいたんだ。見てた。エルノアです。アライオネス。A cyclops. Cyclops. Spawn soon. 飛んでみろよ。あんまり動きなさそう。なんでこんなとこにネズミがいるんだ。なんでネズミがいるんだよ。なんでネズミがいるんだよ。いや、違うだろ。なんかムラッターのキャスです。NPC が食べた紫道具着たやつ。ちょっと FK します。はい、OK。 場所が悪い。場所が悪いね。意外とネズミの靴してリーチが長い。なんだ、ピンチ。 TA、DA、DA、ルート。やべ、アッサー 1% ルート入った。入った。でもヒールは届かない。いや、ヒールは多分セルフでできる。レグさん、そっちのルートコントロールお願い。ルートキープだけできてれば多分。ルートオフ。おーし、ナイスだー。 1% からのガン。熱いな。熱い。あ、来た来た。ナイス。今行きます。スポンスーン今なんか倒した。いや、40まで倒した。いや、違う違う、あのダイオレセンスかなんか倒した倒した。ああ、じゃあトリガーかよ。いや、わかんないけどね、めちゃめちゃ殺しまくってるから。あ、いいなしに。少なくともこれを続けてればいつか湧くっていうのが分かるだけでもありがたいよね。そうね。ペロさんのおかげでだいぶ楽になってる。アライオネス。ペロさんの範囲外に外れたやつだけを狩ればいいって感じになってるから。ライオネスを絶滅させてしまった。次から次へと出てくるから。上下昇に。オス社会に。レイ・ウリゼア joined。 いつも平八さんが死ぬたびにどこにいてもコンセントが来るのが
ちょっぴり面白い。マクロ。ああ、マクロか。こいつ死んだんやな。まったく広いゾーンだ、ここは。これがもう、これもコンセントマクロ作っとこう。そいつが湧いてる時っていうのは、こっちに湧かへんのかな。なんかピタって止まる気がするんだけど。なんでダックしてるんすか、リフさん。殴られて勝手にこうなったんだけど、別にダックはしてねえ。いやー、外れですね。ナイス。次行ってみよう。レンズモンパ。これは。大丈夫、あの、13匹絡んと多分出段計算なんで。それは、あの、エルフっていう人ですか。そう。あったね。13連敗という。記録を打ち立てた人です、ね、マーシェルが4やったかな。じゃあ次早いな。早いな、4は早いな、うん、4は早いな。でナスビエ様はある意味1やったね、連続で、うん、そうだね、ある意味1や、ね、あと1匹お願いしますよっつったら本当に出た。ありがとうございます。しょうがないにゃーっつったあざーっあれやら、汗田放送のマックスの時や。第1回目でマックス迎えて終演したってやつ。レグさんも1やね。そうそう。僕も1です。あり得るんだよ、ね、実は俺も1なんや、ね。あ、そうですね。うん、それはそれ。結構おるやんけ、1。確かに。そう、1は俺なんやけどね。なるほど、こうやって倒せばいいのかって言ったらいたんだ感じです。みたいな。そんなことってあるのって話。ですぐみんなでやろうぜって言って、ギルドでやって。うん。要はリーフさんが引きがいいかもしれんね。かいか。距離的には赤か青で出てほしいってね。いい色が楽や。ああ、そうだね、今の位置だとね。うん。レベル高いバードとかだったら快適だろうな。あー確かに。あ、走り回るのかい。そうそうそう。トラックもあるんでしょ。Burn out soon. Burn out soon. Burn out soon. いや今のドルイド以上にしょぼいトラックはないよ。え、まだドルイドあれスキル上がってないの。上がってない。マジか。次になったら治るんだってなんか報告されてる。カラナだとこう見えているのにトラックに引っかからない状態になる。ひどいな。目視に負けるあるトラック。そうそう。Burn out ended。目視に負けるって。全然負けるよね。多分本当になんか上にいる敵に気づくとかそんぐらいの役割しかないよね。うん。肩があって上の方で視界の外に高低差で気づかない。そういうやつ。槍のエフェクトかっこいいよね。僕が刺してるぜ。あれ何の槍？シャーマンのエピックです。すごいね。みんなエピック取りまくりやね。シャーマンなんか楽らしいでしょ。あ、楽だ、シャーマンよく見るよね。僕シャーマンローグはよく見るでしょ。そう。うん、クリリックもよく見るんやけどな、あの人たちはどうやって撮ってんだろうな。あれはギルドでみんなで撮る感じのものになってるから。そうだよね。キャンプさえすれば、あと勝ちさえすれば、どの時間帯でもおるっていうギルドなんかな、やっぱり。ああ。それで自分がやることはギルドはロールに勝つことだけ。そうそうそう。ロールに負け続けて EQ 引退した BL の人とかは知ってるけど、ね。やってられるかっつって。甘いね。昔キービーってやついたしたの。ああ、いたよ。AIRBI。ああ、いたね。あの人辞めちゃったね。マジか。それで、うん、あれだよね。そんなに急いで取ることないのになとは思うけど、ね。まあまあ、あの気持ちがかなりあったんだろうね、いろいろ。あの規模のギルドにいると、やっぱこう、欲しくなるんじゃない。まあ、そうなんだろうね。負けた。そうあげよう。おやす。全然タイマーとか使ってないから、もし切れたら教えてね。うん。眠さんが超絶眠そうだ。そうそう、これ、待っとく人めっちゃ暇やけど。トリガーを狩る人が一番楽しいっていう。
ですか。楽しくはないけどな、別に。いや、比べたらよ。まあまあ、退屈であればいいのかな。うん、確かに。まだ赤一回も出てない。そうですか。で、あんまり出ないんだったら、俺、これ、逃したんやないかと思って、ぐるぐる回るよ、その辺を。まあ、多分、レアなんだと思うけどね。殺しまくっても。うん、出るときはポンポンって出るときあるんやけど、ライオネス絶滅すんじゃん。やった。絶賛やってますよ。テイルチームの層をかけてくれる人、なんか毒の人でしたね。なんかアイテムで、ベーシャンかなんかの。スパンスーン。そう。なんとかオロキッド刀とかいう名前の、と思って ローブでなんで配れんだろうと思って覗いたらアイテムでしたね。スパンスーンパーティーでも持ってる人がいて配りかけてくれた。あれどっか行っちゃったこの人たち。ガッツピリットウォルフ。よし、おお、あれ回復しちゃった。え、おあ、キャプチャーじゃなくてこっち行こうか。ごめんなさい、固まっちゃいました。なんだこれ。あ、なんかポータルライトってもしかして。全然湧かなくなりました。うわやべ、これ死ぬな。死ぬなこれ。マジで湧かんようになったな。湧かんねえ。結構殺してる数自体はすごいと思うんだけどね。何でやってるし、こうなると不安になってくるな。そう、間違ってないと思うよ。でも逃してるかな。うん、あれ、キーどこだったっけ。わかねえな。スパンスーン。An elephant calf。ネムさんの眠たいっていう言葉を聞くたびに俺ちょっと心がすごく痛んで。でも眠いのは誰のせいでもないし、わかないのは EQ のせいだから。コーヒーを入れてこようぜネムさん。長丁場だぜ。根本から切れてるので、明日買ってこないと。ネムさんはコーヒーが切れているのか。俺もコーヒーなくなったから、今度ブレンドじゃなくてモカを買ってきた。スープしないと飲めないわ。お子ちゃまですか。お子ちゃまです。薄くしてミルク入れないと飲めないわ。本格的に雲行きが怪しいぞ。トラックにも引っかからん、クイルマネ。全く全く。マジか。おかしいな。俺、左を向くと、ペットトラックっていうふうにしてる。あと、ブラザークイーンと一緒に。ああ、どっちも引っかからない。全然、かからんな。しょっぱなの運が良すぎたか。ペロさんもアビアク村周辺にいるの。うん。一回さ、この3種類のライン上一回走ってくれん。いや、走ってるよ、ずっと俺。ずっとそれでやってる。あ、アビアク村じゃなくて、で、この星のラインじゃなくて。上の方でずっとやってる。ああ、それをあれが、プリンターやってんだ。うん。あ、オッケーオッケーオッケー。でもあんまりいないよ、この辺。ああ、それはね、このラインはあくまでペガサスが、ロームするところなんで、見逃し対策のためだけらしいね。なんか、これレジスタあるんですか、パシって。ありますよ。あ、だからアングロするんだ。なるほど。で、レジストされたときに、カリスマ次第では、レジストアグロを無視してもらえる場合だ。へぇ、昔なんか、そんなスキル使ってた人がいなかった気がするな。いなかったよね。いなかったっすよね。いなかった。見たときない気がする。うん、こんなに優秀なスペルだとは思わなかったっていう。いや、危ない風になっちゃった。みんなさ、ローレベルの時に試して危なすぎるっていう、こう、経験則から認識でずっと使ってなかったから、そう。敬遠されてしまったスペルだった、うん。メカニズムを分かってなかったしね。うん、確かに。ハーモしか。あった、うん、あった。スペル自体はあったんじゃないですかね。あったあった。まさかカリスマ判定されるとはっていう。そうそうそう。で、ハーモンはノンレジストでアウトドアオンリーだからさ。ハーモンにずっと頼ってるね。God Spirit of Wolf。よーし。何がおかしい。
きっとこの山の裏側とかでエンチャンターがこっそり PH をペットとして使ってたりするんかな。大丈夫だと。でもなんかいろんなジャスが文句が謎の文句が殺したりするな。なんかこれで次 Y って ZP とかやったらほんまたまらんよ。いやもう もうやめようかって終わりだけどね。でもなんかチャンスだけでも拝みたいけどね。外れでもいい、間違ってないことを証明してほしい。 An elephant calf. ZP であったとしてもね、うん、あ間違ってなかったんだなってなるから、うん、そうそうそう、安心がまだ欲しいわ。あんまり出ないとね、あまりにも出ないと何かがおかしいんじゃないかと思っちゃう。おかしいもん、そうもうこれ以上いないんだけどね。あずっとこのやり方でやってきてたしな。いやところ10時間でラスター湧くのがおかしいんだよ多分。運を使いすぎてしまったかもしれない。クイルメイン、おクイルメイン、あ湧いた湧いた湧いた、あ湧いた湧いた、ごめんごめん、緑、あオッケーオッケー、ふぅ、ね、じゃあこれ最後にしよう。いやいや、ジュニちゃんでやる、とりあえず。ああ、連続で来る場合は。ああ、そうそう、連続で来る。あ, ありがとうございますっつってさ、ネムさんが多分喜ぶ。いや、あそっかそっか。ネムさんまだ持ってないよね、クリニック。出たらの話ですが。うん、3度目の正直外してるからね、もう。赤で一回も出てないっすね。赤一番出やすいはずなんやけど。クイルメイン。緑で出たことあんまないんだけど、ね、からしたら。だよね、俺も緑あんまりない。いつもなんかハーミットらへんとか。で緑、クイルメイン、さっきのとポップポイント違うね。やっぱ緑だけちょっとひどいよな。あ広いかもな。赤はあれやろ、いつも一緒にどこか出るでしょ。うん、ほんまテクスチャーの境界に出るから。すごいわかりやすい、俺のせいじゃなかった、俺のせいじゃなかった、見逃してるわけじゃない、運が悪かっただけだ。みんな不安になるよね、自分が見逃してるんじゃないかって。そうそうそう、まあそうね、あんまり出ないとね。クイルメイン、 PH 殺しがおかしいのか。クイルメイン、なんて毎回遠いところをこうプロインで上からしてさ、枠たんびにめっちゃ走らされてる気がする。いやね、ミッコの緑の枠の近く。スポンスーン。さあ、出ろ。レッ、アン、エレファント、カフ。いけー。スポンスーン。いい気は許してくれなかった。いい気は許してくれない。これがいい気か。うん、それがいい気だ。こんだけ渋い、渋くてなかなか湧かなくて、やっと湧いたのに残念パン。ビキニは 20% って書いてるやんね。アバウト 20%。ああ、本当かどうか分かんないけどね。いやー、分かんないよね。13回も出なかったし。あれつ、あの最後つながったよね。あの、なんか変な状態になって、ナチュラルハイになってたけど、みんな。カラナやばい。カラナはやはりやばい。プレーンオブカラナだよ、やっぱり。そう書けるよ。あ、はいはい。どこにいたの？この裏側にいたのか。ガッツピリットオブウォルフ。よし。後ろにいた。あれだ。スポンスーン。赤は入った。うん。ヘッドさん入った。うん。俺が行くわ。ネムさん落ちるって。あ、オッケー。おい、ありがとう。フールロードの。フールロードがど真ん中に。アナストンキャンプで受けるガードを 使ってたね。マナストーンを持ってるイーイーのクソコラを貼ってある。そうそうそう。もう暇すぎてクソコラを作り出すって言って。そうそうそう。何人か引っかかってくれたよね。うん。マナストーン持ってるぞっつって。あとさん、たまにトラッキングとかしてる？うん。あ、オッケーオッケー。1分に1回ぐらいかな。ああ、もう十分十分。前どんな感じでやってたか覚えてない。前？うん。前こんな感じ。PH キルしてる人。ああ、武雄さんがずっとやるってやね。そこ。うん。ああ、そっか。じゃあ聞けないんか。トラッキングで、何やったっけ？一番上に出てくるモード？うん、なんて言うんだっけ？あれで、こう、ポコって出てきたやつをぶっ殺すみたいな、なんか、そんな感じやったの。あれ見たら分かる、あの武雄さんの YouTube チャンネル見たら。俺見れないんだよね、
ちょっとさすがにやりながらは。なんだっけ、エヴァークエストどうでしょうやったっけ。まあ多分近いことやってんだと思うけど、ね。うん、多分ね、見た感じ。大体どの辺をうろついてたかどうかだけちょっと知りたいんだよね。ああ。倒してるモブの位置とかも。まあなんせそのピンクの星と星の間を行ったり来たりみたいな感じやったで、あの動画によると。うん、いや、本当になんかその上に出てきたやつを殺すだけだと、本当に全く北にほぼ行かないんだよね。一番下の星からほぼ動くことあんまないんだよね。でもウィキにはそう書いてるね。あの上に行くのは PH が動くだけなんで、PH っていうかそのライオネスたちが動くだけなんで、うん、もう殺しまくればそこら辺でしか湧かないって書いてる。ああ、そっちは大丈夫ってことかな。うん、やってることは正しいと思う。下振れしてると1時間とかわかんときもあったしな、確かにあのときも。あったあった、50分1時間とかあって。あとたまにものすごい遠くにいるやつとかいたりするんだけど、それも大丈夫なのかな。かなり西側に外れたような。うん、完全に殺しきってるはずやのに、ペットトラックをすると必ずおるね、ライオネスもカルフも。そいつらは関係ないと思うで。いやー、俺も関係ないと。関係ないと断言できるほどの近さなのかどうかわかんないんだよね。近いといえば近いし、見える範囲だからどうなんだろうな、みたいな。さんが多分トラックに反応するのはこれさ、だって、アビアク村以外にもスポーンする場所ってあるからさ、ライオンって。うん、ライオネスとかエレファントとか言えないんじゃないかな、それは。だって、あの、橋の近くにもいるじゃん、エレファントカルフって。うん。あの、ノースカラナの近くの。それも多分ペットトラックに反応するよね、多分。めちゃめちゃ、うん、してるはず。ああ、そんな反応するんだ。だから、うん、切れることはないよね。竹雄さん動画飛ばし飛ばしで見てるけど、やっぱ、一番上のやつを追いかけてひたすら倒してるだけ。竹雄さん、その動画にどぐらいの遠さまで行ってるかとかわかる？ね、地図を載せてないけどね、どうなんかな、これ。丘の方までは行ってるね、アビア君だから。1個目の丘ってことやね。ああ、そうかもしれん。2個目が多分パオやと思うから。地に湧くことほぼないんだよね。なんかアビアック村から東側のところとか、せやね、そこがよく湧くよね、うん、やたら多かったね。ね、その北の方の丘で殺すってことほぼなかったよね。でも北の方行ってるね、これ。今北の方の動画を見て、自分やってた時はパウとその鳥の村で間ぐらいでずっと殺しまくってましたね。うん、短いですけどしばらくお手伝い行きますわ。 ありがとうございます。ありがとうございます。リーフさんは大丈夫？ああ、まだ大丈夫ですよ。ああ、ございます。俺も大丈夫ですよ。ありがとうございます。俺ももちろん大丈夫。最悪ね、あの、これ、ペットクラス2おれば2人できるらしいけど。ああ、でもな、外人タイムが始まってくると、ペットは認められないとか、そういうめんどくさいやつが出てくる。なるほどね。なんか ルールあるんでしたっけ？なんかキャンプ、うん、キャンプコールとかしないといけないんでしたっけ。この四角い3箇所に人が張り付いていて、うん、もう一人キルーの人が出た緑。クオメイン。あ、出てる。うん。本当？あ、トラック引っかかる。うん、あっちの、あの、ペットトラック。うん、引っかかってる。それくらい遠くてもできるってことか。なるほど。やたら出るな、緑。出てるね。そうだね。あれ、さっき殺したのハーミットだったっけ。あ、そうそう。なんか、マジで振り回されてるな、条件上。でも、近い。ああ、さっき緑やったっけ、近い。あ、さっき緑か。うん。あ、そうだそうだ、ごめん。これで5匹目やろ、20% ならこれ出るはず。いや。単純計算か。インバイトお願いします。インバイト。Ray Urizia joined。ダメでした。なんと。大丈夫だ。もう問題ない。めっちゃ。あと1回ぐらい見たいね。いやいや、出るまでやる。いや。リフさんが死んでしまう。最悪、長戸ゆきのペットで赤を見てもらって、で、ペトさんが見て青に行って、俺が緑を貼ると。しかないね。で、文句を青の方に埋めとくってことか、ペットの方。今までの経験上、だいたい邪魔をしてくるのは赤やな。ああ、マジか。あれ、メスライオンと小さいゾウさんでしたよね、確か。ピーチ。そう、うん。ライオネスとカルフ。そうですね。今着きましたんで。お、殺しまくります。トラックがあったら。ペットトラックもそんなに優秀ない、ね。仕上げやった。腰と多いっすね。多いよ。12もいるんだ。お、上の方にもいますね。ガンガンぶち殺してください。あ、来た。おお。おお。青です。どこ？青。クオメイン。青色。オッケー。行きまーす。おい。早いね。
早い。いや、こんなペースだよね、ほんと、いい時って。レイ・ウリゼア・ジョインド。外れでした。気にするな。次行こう。何個目だ、これで。5個目。こっちが3で、リーフさんのところ3。あ、6か。6やね。OK で。厳しいな。今日赤が1回も出ない。本当やね。そうですね。前はよく見たけどね。そうそう。赤って言ったよね、結構。僕もあそこにクレリック埋めてやってたけど、全然関係ない。グロイガットブレードはいたな。なったくせ。リングオブシャドウ。そうそうそう。あ、殺そう。殺すか。いいね。リングさんのリングがまた増える。いやいや、ソウジさんあれ一人ですか。いやいや、もう僕は3個あれば十分なんで。多分バックが出る系です。いや、ついでにライオンも倒してたんですよ。ああ、ナイス、さすが。あいつはライオンが PH って書いてます。ライオンか。なるほどね。そうそうそう、ライオン。リング出たわ。おお、おめでとう。ナイス。これ、地味にちょっと欲しかったな。おお、よかったね。文句にはまた便利ですしね。そうですね。こんなとこにもいるのか。結構変なところにもいたりとかして、これが不安になる。どん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 。馬人間の。あの砦みたいな近くにいました今。ゾウさんが相当遠くだね。うん、上の方回ろうかなと思って。ゾウジさんの近くにライオンが一匹いるな。ライオンですか。お願いします。殺しに行きます。はい。あ、いた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 。こんなとこにこんなとこに歩いてきたのこの人。これ PH なのかな、もしかして。こんなとこに湧くの。いやー、どうかな。まあ、遠すぎるところは違うと思うんですけどね。さすがにまずすぎるな、それは。そうそうそう、それが PH やったらね。わからん。ほんと川あたりでしたよ。いや、そこまで行ったらもう違うんじゃないですか、でも。まあ、ね、あ、歩いてきたとか。ここまで歩いちゃうのかな、でも。今倒して出てないってことは PH じゃないってこと。まあ、外れた可能性もあるけどね。まあまあ。まあね、俺の運が悪い限り。いやいや、こんな、あの、こんな普通と思ってるんで、僕たち。僕とペドさんは。マジか。今日はあの、あんだけ苦労してリングを2回プーフさせたからな、地面で。ちょっとだけ悲しかったから。あ、クレリックのやつ。クレリックエピックのあのリングを、あの、このマジシャンはもう1個すでにバンクの中にさ、無意味に取ってあんねんけど、ロアなんで、2個目、3個目はそのまま腐らせました。なるほど。あれ無給しようとしても結構できるのかな、あれ。いや、結構そのキャラを付き合わせなあかんから、多分頼んでくる人もおらんのちゃうかなと思うけど、あのファイアーエレメンタルまで付き合わせいかなあかんから。ああ、なるほどなるほど。できるして取るみたいな感じですか。そうそうそう、ルートするときにその人にスイッチできるくらい。そのそれまでは持っとかなあかんからね、クエスト相手も。なかなか難しい。それやったらまあそれぐらいキャンプするかってなるわ。上の方3匹ぐらい、3、4匹ぐらい湧くんですね、ライオンとゾウさんが。ああ、ここにポップポイントがあるんですね。上の方ってあの、方の入り口らへん？そうですね。ああ、なるほど。だからライオンとゾウさんと、ライオン2匹とゾウが湧いてるんで、なるほど。下でガンガン殺してた方が早そうな気もしないでもないですけどね。わかんないね、これね。どうなんだろう。上だけこうしてて湧くのかなとかも思ったりもするんで。なんか、僕やった時下でやってたら湧いたから、毎回。大体、白周辺らへんでやってました、大体。そうですね、その周りで。あ、周りで。うん、3、40分ぐらいだったかな。湧いた、あ、湧いたと思って。あ、来た来た。おロメイン。ロメイン。やった。今倒した。あ、そっかかな。今はずっとアピアック村の真下らへんでトラックかけてあとひたすらやってるんですけど。また青。青です。了解です。リフさん FD して、ありがとう。外れでした。なかなか手強いな、こいつは。手強いな。7やね。7か。13行くんじゃねえ、これ。大丈夫、大丈夫。行っても大丈夫。何が言ってるの。あ、エラー落ちした。やっぱキャラ変えまくってると絶対なるな。レイド攻略情報にとんでもないウォールオブテキストが、うん、書いてあるな。シャートルク絶対行くぞ作戦。あ、湧いた。
ナイスー。何何何、黒面早えな。今ゾウさん殺した瞬間起きましたね。なるほど。どこら辺のゾウ？アビック村の近くっすね。なるほど、やっぱそれがトリガーやな。そっか、この辺っすね。やっぱこの辺なんか、いや間違ってなかったで。に丘の方で引っかかったらそっちも殺しとけってことかな。そうね。なんかあのパウに流れていくメスライオンが一匹いるんですけど、それはいますよね。なんかうん。それはトリガーらしいみたいな書いてあった気がします。そっか。結構丘の そっちの北の方に。とりあえずソーポットを今必死に飲んでる。しまった。逃げる。カイティングや。とりあえず 40% までペットで削ってリクレームしたから逃げるしかない殴られたくない思うが大丈夫まあだそうだよ、マグだと本当ルートもないよ文句だと突っ立ってても大丈夫ですリポステだけで死んじゃうんじゃないですか相手右手にファイアービートルアイを差し込むリポストしなくなるよなるほどね。俺いつもあのなんだっけ目玉召喚を差し込む。ああなんだ。いつも背中向けといて。ああそれでもいいと思う。なんかダックしててもたまにリポストしちゃうよね。うん、赤初なんで多分出ると思うよ。結構痛いな、やっぱ立ちっぱ無理やな、こいつダメか、うわ、走ってるよ。ほい、なんか2人レンジャー揃ってから急に巻き始めたね。あー、なんかあるんかな、やっぱりあるんかな。効率がいいんだろうね、きっと。すごい2人で巻くできますからね。巻くできる人2人でやってるからいやもう俺がやってた時は目視やったからな、完全に。だから打ちこぼしもあるやろうし。やべ、気絶した。今殺さない方がいいんですね。ためとくか。いや多分トリガーが湧いてないと思うんですけどね、これが出てる間は。分からんけど。ああそうかもしれない。だろうね。だけど今のうち殺しとって、殺しとったがいいかもしれない。うん、打ち漏らしもあるから、やっぱり殺すのは殺しといた方がいいと思う。あ、なんか光ってる。ヘプル。ぐるぐるしてる人いる。インバイト。足速くね。こいつ結構足速いな、確かに。あ、インバイトしようか。大変だろこれ。リーダーを。あ、ごめんごめん。メイク。レイ・ウリゼア joined。 はい、どうでしょう。ハズレでした。オッケー、次次。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。本当にクローブは存在してるのか怪しくなってきたな。あのエルフさんもそんな言ってた。実はみんな嘘ついてるだけなんじゃないか。もしくは偽物とかね。あと2体で10匹になっちまう。まずいよ。記録更新。ぜひスクリーンショットをください。後日談として。いやでも拾ってないよね。残念パンツ。いや俺は拾ってるんで、みんなのかき集めて最後渡すんで。よしよし。あ、ほんまや、残されてる。俺拾っとくか。スロットが足りんからね、うん、全部放置してるよね。タッツ持ってますよ。いくらで売れるんだろう、店売りで。2PP ぐらいじゃないか。これ、こいつは確かトンネルゴキブリでも売るの大変やったような気がするな。誰が買うんだろうね。借りてないじゃないですか。ハンドメイドバックパックにこっそり10個ぐらい詰めといて渡す。テロじゃないですか、それ。梱包材入れてますっつって。全部ベンダーに奪われるよ。チャリン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 。
アンラッキーセットとか言ってる。アンラッキーセット、呪いのあれみたいな。これを見たあなたは3日以内に他の人に渡すのに不幸になりますみたいな。これを受け取った人は必ず一つずつまたフェザーレギンスを足していくみたいな。なんか10個取ったから1個で交換してくれよみたいな。なんかそんな話してたよね、僕前で。そうそうそう。そら、そう言いたくもなってきた。その気持ちがすごくよくわかる。そうするとパンツも売れそうですね、オークションで。飛ぶように売れるわ。むしろパンツ買いに来るよね、多分みんなそれだったらね。しないで。夢を見ているマジシャンたち、飛ぶように売れる。あ、そっか、エピックアイテムでしたっけ、マジシャンの。そうそう。一応ね。幻だけどエピックアイテム。ほとんど死んでそうですね。おお。そこまで行ったか。僕のやつトラックかかるけど、すぐ死んじゃってターゲットロストしちゃうから。ああ、俺が殺してる。うん、殺してるから、いい感じで殺してるのは見えてますね。あまり遠いのが引っかかって腹立つな、なんか。どうせ違うんだろうなと5つ殺すんですけど、俺のトラック索敵範囲ギリギリのところで引っかかるようなぐらい遠いという、ね、今メスライオンが2匹そんな感じで、あ、消えた。殺した瞬間湧くんですかね。今までの感じではそんな感じだと。さっきそうでしたもんね、湧いたって言った時殺してすぐ出てたから。まあスポーンがめちゃめちゃ早いから常に殺してるっていうのもあって、ちょっとそれも本当かどうかっていうのはよく分からんすけどね。そうね、分からんすね。うん、でもなんかそんな感じはしますけどね、なんか殺した瞬間みたいな。うんうん、まあ、トラックもあれですよね、不便ですよね、更新しないと分かんないっていうの。うん、僕も知らさないと。湧いた。おお、ちなみに最後にします。そしたらついにしますよ。時間がやばくないですか。大丈夫ですかみんな。大丈夫。大丈夫。ティムさん大丈夫ですか。俺は、大丈夫、うん、俺は2時までいけるな。っていうかまあこれで出ますけどね。出ますね。出ますね。言い切った。これ出ますね。プレッシャーかけんといてよ。どこだったっけ。青じゃない、緑。ああ、緑って遠いんすね。めちゃくちゃ。そうそう。緑が一番遠い。ちょっと今のうちトイレ行ってきます。はい。30% まで削ってるんで、たぶん大丈夫。張ってる時もたまに行ってもいい。今もなんか、あれですね、トラック見てたら、消えた瞬間湧いた感じがしましたね。ああ。多分同じやつトラッキングしてたから、ターゲットロスになってたから。さっきのライオンかな。あ、そうそう、ライオン。湧いてない時まとめて、全部プールして一気にエイかなんかで焼き尽くしたら湧くのかな。今のシーンね。ゾーンのやつ全部まとめて。モドリングです。はい、リーあ、リーダーちょうだい、リーダー。はい。リーダーチェンジスジー。あ、まだ来てないよね。まだ来てない。Okay、今走ってる。こいつよね、鳥村から。赤色のところから走ってるからね。ね一番遠い。一番遠いまであるね。でもそろそろビレッジが見れて、あ、来た来た。もうすぐもうすぐ。レイ・ウリゼア・ジョインド。外れでした。9回目か、9回目だから。まさかここまで行くと思わんかったな。運悪くても。全然普通普通。ライオンですよね。いや、エレファント。あ、エレファントか。2匹いた。それをよろしく。あ、湧いた。お、ライオンだよ。ライオン殺した瞬間湧いた。遠いライオン。いや、アビア君のところ。近い、アビアから近い。ああ、じゃああれ。同じ場所か。ラッキー。うん、次は出ますよ。これで10だね。そうやね。次こそは。記念すべき10回目。10回目。楽しいですけどね、でも。なんか嫌いじゃないですよ。やってた人間からするとこんなに湧くもんだったんだっていうのも、ね、そう多分ライブでその明治のヘルプで1回見たか見てないかぐらいだと思うんですよね。記憶定かじゃないですけど。ちょっと待ってインバイスだった。レイ・ウリゼア・ジョイン。1回もなかったからな、本家で。幻やったね。幻ですね。やったー。
とうございます。くそー、伝説上回らんやったな。じゃ今からパンツ全部渡すんで。本当にスロット入らないです。バッグ1個貸すんで。いや、いらないっすよ。どこに集合ですか。ありがとうございました。出てよかったですよね、長時間キャンプしてたから。いやいや、実質集まったのが9時半やったっけ、何時、3時、4時間、4時間。ちょっと集合写真撮ろうよ。あの緑、緑に集合みんな。はい。いや、すごいな。リーフさん、パンツちょうだい、俺が写真撮って。はい、実際は2つしか持ってないですけど。リーフさんが手伝ってくれなかったら無理やったな、本当に。いやいやいや、そんなことないですよ。いや、本当はいやいや、効率は明らかに上がった。めちゃめちゃ上がってた。リーフさん来てから。出るのが多くなった、早くなったからさ、多分一人じゃなくてやっぱ二人通った方がね楽やね。歌がいいね、うん、これは教訓やな。じゃあ今まで竹雄さんが相当うまかったんかな。竹雄は、いや無言でなんか朦朧となってたからね、相当しんどいんやと思う。あの北から南まで全部やろうとすると。なるほどね、しんどいと思うな。じゃあリフさんと僕隣で映るんで、文句エピック同士。光ってますからみたいな。よろしいの。俺のエピックも手伝ってね。いや、手伝って取れるものなんですけど、ね、もちろん手伝いますよ。手伝って。緑が大変そうっすね。あのオープンレイトに行ってからちょっとロールで買ってきて。ロールの素振りをしとかないといけない。緑って上の方ですよね。上の方。なんかハミット。あ、大丈夫です、大丈夫。マップ変えたんで、緑のやつ。右上の方ですよね、確か。あの馬のあれの近くっす。あ、出た出た。そっか、さっき上でした。そう。かかったし。いやそれで楽になりますわ。よかったよかった。いや、文句は必須ですよ。僕らは欲しいんだよね。あとは目玉っすね、目玉。いやいやいや。SOV 出たら。ティンカーリングで作るあれで十分ですよ。絶対リストやばいことになりますよ、あれ。なりそうっすね。高く売れるし、絶対。あ、売れるんですか。売れる売れる。カバーの値段見たらやばいっすよ、あれ。マジか。あ、見てみるわ。ホルグリッシュ、エルダービーだった。なんかメインプーラーになった時にギルドから支給されたんですよね。これ使っていいよーっつって。当時、サーバー移動するとアイテム消えるじゃないですか。ああ、そうですね。俺、GM が。消す前にログインしたからアイテム全部残ってたんですよね。すごい。到着。で、俺を掃除さんに。桁が分かんないもん。ああ、私です。ディープさん、なんかヌーブじゃないですか、格好が。完全に。ダークエルフだとそうなっちゃうんだね。パンツくれ、パンツくれ、ディープさん。じゃあ俺も。パンツを、あれ、リュウさんパンツ捨てた？いや、最初のやつ、てっきりルートされてると思って見てた。7個あるんで。でペロさんが1個持ってるの、たぶん。うん、私は。もらった。全部で7個。7個なんか少ないね、やっぱり。2個腐ったってことね。2個腐ってるな、たぶん。ちょっとリンクさんとナディ同士に行って。あ、かっこいいっすね、エピックで。誰か写真撮ってんの？俺が撮ってるよ。ペロさんがきっと多分無言で撮ってるから、これ。はい。よし、オッケー。俺はオッケー。ちょっと待って。ペドさんの上に残念パンツ並べる。それ、そのスクリーンショット送ってください。分かった。ちょっと今送る。また浮いてるのがいいっすね。あ、一人だけ。嬉しくてすぐクリックしてしまった。わかります。いや、ありがとうございました、本当に。よかったね。最後の最後で取れたのは本当に。
に良かったです。なんか今送ったもうちょっとしたらやめようかなと提案しようかなと思ってたんで。あじゃあす。いや俺は6時までやるつもりやって。嘘や。リーフさん死んじゃうよ。いや昔のレードそうでしたよ。仕事の上であれでも死んでしまう。みんなあの徹夜で行ってましたから仕事。やばいな。一番最悪だったのが VT でしたね。0時からリセットされて行くぞーっつもう始まった途端から眠い人とかいたんじゃないですか。そのいましたね。まだあの明治埋め込んでたんで全部COH でポン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 行って。でもあれそうでもしないと攻略不可能ですよねあれ多分。最初から全部はきついかも。プロさんにこれあげよう。お。なんだこれは。レイクレイスティアにいる赤いおっさん殺したら出たよ。おお。おお。一応まだついてんだよね。いいね。あ、ありがとうございます。それクレリック切れるよ。マジで。うん。あ、そうじさんありがとうこれ。いやいや。かっこいい。かっこいい。クレリック切れるの。これクレリック切れる。クエルメイン。でもね、十分。あれ？湧いてる。お。クエルメイン。どこどこ？ここじゃない。緑じゃない。トラックして。しまーす。てか誰が取んねんって話。誰が取れる？島に取れるんじゃない？あ、いらんか。殺してたからかな。長手行き取っとけば。いいんじゃないですか。あ、そうです。ちょっとじゃあ青走ります。クエルメイン。俺もレンジャーに変えてくる。じゃあ俺も赤にちょっと走っておこう。アビアク村周辺は俺がなんか見とくよ。ああ、そうやね。赤に近い人はそこですか。オッケーオッケー。これ2連チャン出るパターンやね、これ。出るパターンですね。いつぞやれよ。なんか複雑な気持ちになるからね。いや。マーシャル打ってもいいし。まあ、マジシャンほぼいらんけど、まあ、あっても損はないよね。トラックにはかかってる？あ、かかってるかかってる。僕のトラックは、普通のトラックはまだかかってない。緑のどっちかだね、これ。いや、緑じゃない。あれ赤？あ、赤だ、これ。うん、赤だわ。オッケー。クエルメイン。あ、とか。方向見えるから。したら、ロケーション教えるわ。多分もう、かなり動いちゃってる、これ。じゃあ、ライン上に行こう。赤のライン上に行こう。あ、違うか。これは違うか。そうね、ポーにいる人とかに取られるからね。あ、そうですね。あ、いたいたいた。おー、赤の方ですか。了解です。クエルメイン。アビアク村から少し上ですか。ノースウェストかな。了解です。クエルメイン。またトラックかかんない。あ、もう殺していい。クエルメイン。殺しちゃう？うん。もうクエルメイン。最後何匹か殺してたんですよね。湧いた後に。クエルメイン。湧いて、それなのかな。湧いて、クエルメイン。で、殺したって言った瞬間殺してたんですよ。ああ、確か。じゃあそれなんだろうね。あら、やっぱり殺した瞬間に抽選走るのかもしれないですね。なるほど。あ、本当だ、いたいた。最初にトラックかかった瞬間感動しましたよ。でも一人やってる時うおーって思って、クエルメイン、これだーって。そうっすよね。僕だって本家の方で見たことなかったっすもんね。でも記憶がほとんどなくて出たか出てないかぐらいだったんで。お、いたいた。存在するかすら知らなかったからな。じゃあペロさんインバイトするんで、とどめさしといて。はい。本当だ、いたいた。アナザーグループになってる。ああ、ちょっと待って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 。ああ。どうした？じゃあ俺が拾って確かめてあげる。はい。あ、残念。なんだ。ちょうだい、もうすぐ行くんで。これも数に入れとく。これも。11回やりましたっつって。アビアク村の方に。これだとでも、なんか本当に5人ぐらいで来て、取れる感じですね。わーって来て。そうそうそう。いやでも本当に協力がなかったらこんなスムーズにはいかなかった。うん、確かに。ありがとうございます。俺ずっと YouTube で動画見てたんで大丈夫。いや、待ってる側はそんな、そんな感じでやってほしいですね。やっぱり、あ、いたいた。渡しとこう。やれと。やったー。帰るか。帰りましょうか。ありがとうございました。シマリンございます。あ、ハンマーヒル行こうか。いや、あのノースカナダの方に来て、うん、みんなで飛んだ方がいいんじゃない。あ、パウで落としたから。あ、そのじゃあパウに行く。パウ行くわ。オッケーオッケー。パウ行くわ。いや、俺この12時ぐらいの時、もういや今日は手入らないなと思う。
いやでもなんかそこまでしたら欲しいですよね。でも今日は無理だなと思ってたのね。あのね、パンキックの時も確か1時半ぐらいに出て、そうそうそう、あ結構遅かったね。でナスさんが次のスパンで取ってっていう流れやったね。ああ、もう最後の1回だけで寝ようっつって、うん、あのブログで書いてあったやつ、ね、それ読みました。僕あれ読んでマップ見てやってます。ここで確かパウで39になってそう覚えて、あちょっと一回やってみようかなと思って、それで一発目でポロリっていうのがすごすぎる。あの時の動画が、あの武雄さんっていう人があの YouTube に残してるんで、はいはい、あのレグさんに送っときます今から。はい、再生回数稼いであげて。あ、中ですか？いや、入り口、入り口で。はい。今インバイトしたっす。あ、了解です。でもちょっと待って。はい、インバイトした。ラフラ、どっち？ラフレシアを連れてくるの？オッケー、オッケー。レンジャーはまた暇の時になんかリンクでもやりつつ、あとおっさんの生存確認もしたいから。おっさん？うん。ブラザー。あ, あれいつもいたんですけどね、僕ここにいたとき、よくいるよね、あそこね。ずっと会話いたらずっといるんだよね、あれ。殺せないから。誰かが殺せない限りはずっといるから、ね。あれ、やっぱりローブ着て歩いてるといる感じですか？あのローブ出る感じなんですか？そうですね、なんかローブ着てないときは倒しても出ないらしいですね。あ、着てないときあるの？そうなんや。着てないときあるらしいですよ、一応。見たことない。見たことないな、来てない。俺も見たことないで、本当かわかんないですけど、ブラザーゼフィルっていうあのレイスマウンテンに巻く方は 100% ローブ着てるらしいです。僕、あっちの方倒しましたわ。そうですよね。ゼフィル、うん、あ。レグさん今送ったんで、URL。あ、ありがとうございます。後で見ます。うん、チェックリ、これ長いんで。普通な。で、会話の8割はバカな話してるんで、それから聞き逃しです。そんなもんですよね。来ました。ラクリンぐらいからなんかレッサーエバキュエイトとかなんか安いバージョンが出てきてレベルの、はい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 、はい、それでなんか結構みんなダンジョンとかで使えるようになりましたけど、あとなんかエバックポイントで移動してた気がして、なんだなんだ、ラフレシアに寄ってきたこのトカゲ野郎がってなんで俺だ、歓迎されたんじゃないですか。クロック取ったから。なるほど、俺たちの守護神をつって何回殺したんだお前はつって。あ、この人ラスターキャンプで会った人だ。取れたのかな。かわいそうな会話になる。手振ってる、手振ってる、手振ってる。そうちょうだい、そう、はいはい、あ僕しましょうか。あ、はい、マックスなんでお願いします。あーごめんなさい、あちょっと間違えた、間違った。おーあのーす、こっから帰るときはね、あのペガサスクロークあったらめっちゃ便利、ね、便利ですね。あ、キフさんもしますよ。 あれどこ、あ、キフさん、ありがとうございます。はい、5、6時間かかったっつってるな。何を仕掛けたことを、その一桁足りてないっす。こいつすごいラッキーだな。5、6時間はそのラッキー気づいてんのかな。いや確かに。じゃあ落ちます、お疲れ様でした。お疲れ様です。ここも落ちます、お疲れ様です。バンク行って落ちようと。よかったな。いや、よかったよかった。本当によかった。で今日しかもうなかったやる、時間的に。まあまあまあ、休みが月と水だからね。月やるってなっても1日空いてとかになるから、なんか。今日取れて本当によかったよ。よかったね。やっぱりそれだから、そうじさんお願いがあるんですけど、なんでしょうか。僕、もうちょっとで多分、ブラザー倒さなくてもローブできるんですよ。うん。でそのローブの次のアップグレード版がそのチャードックの、うん、まあ、イクサービトレイヤーってやつを殺すんですね、うんうん、そのキャンプちょっと手伝ってくれませんか。いや全然いい。あの、まあ、できればバランスのいいワングループがあれば EXP キャンプとノリでいけるんで楽なんですけど、うん、まあ、少人数でもこの前やってみたらできたんで、ペロさんがいればいけるかな、うん、3人でいける。
まあ、ワンチャン最悪3人でも。まあ、でも、あっこで XP ってのもいいんちゃう？久々で。うん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 。まあでもね、できればやっぱりマナ回復要因っていうか、その、多分クリリックさんが辛すぎるから、エンチャンターいる。エンチャンターが入れたら、やもっといいかなってぐらいですかね。ウェイさんゴール。ウェイさんとかね。そうそうそう。うん、いたらもう誘っちゃおうかな。うん、それが手に入ったら、僕また、白いローブになるんで。いいねよろしくお願いします。まあまあ、まだ先の話ですけどね。うん、できたら。残念パンツ 6P やね。ベンダーケモ、ケモフレイル？いや、いた。スロットの無駄でしょ。売っていいかな？いや、至難の技やで、それ、トンネルラットしようとしたら。売るよ。はい。それをさ、なんか、ケレティンで配ってる人いてさ、全員なんかそれ、グラフィック内政でさ、下半身だけレオタードのさ、変なんかさ。変な集団が出来上がるっていうさ、グラフィックないんだこれ。それはぜひぜひネリアックでフィメールオンリーで配ってほしいな。面白いな、それやってたら。よっしゃ、マグのあれまでゲットした。いや、めっちゃ便利だな、今も使ってるけど。そやろ、レディクローク。やめられんくなる。やめられんくなるね、これはね。うん、だあのキャスト時間の3秒ぐらいが煩わしくなってくる。贅沢な悩みが。何分ぐらいで切れるのこれって。18分。意外とあっという間だよね、でもね。そうね。なんかやってると。そう。でもね、泳がなくていいってだけでもすごい嬉しいんだわ。いやー、確かに。ラバストーンとか泳いあの、ソルビーとかのあそことかも泳いでたんですよね。デビないから。ソロしてるとき、グツ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 と HP 減らしながら。これそれをしなくていいっていうのも嬉しい、めっちゃ。確かに。アンレストとかね。そうね。アンレストとかさ、あれでしょ、あのラグナーを横断するときに、そうそうそう、まっすぐこうスーッてアンレストまで行けばいいよね、うん、あれ。いや、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。いえいえ、今まで。そしたらこんなもんで、お疲れ様です。お疲れ様です。